フランツ・ビルヘルム・フォン・プロイセンは、プロイセン王国の王族の子孫。プロイセン王子、カール・フランツ・ヨーゼフの長男で、ドイツ皇帝・ビルヘルム二世の彦の一人。1976年から1986年の間は、ロシア大皇女、マリア・ブラジーミロブナと結婚していたため、ロシア大公、ミハイル・パブロビチとして知られていた。 1943年9月3日、カール・フランツ・ヨーゼフと、その最初の妻であった、ヘンリエッテ・フォン・シェーナイ・ヒカロラーとの間に第一、死として、シュレイジエンのグルンベルクで生まれた。双子の兄であったが、弟のフリードリヒ・クリスティアンとは23日後に、死別している。フランツ・ビル・ヘルムは、マインツとフランクフルト・アム・マインで法学と経営学を、学び、その後ドイツ国外で、 投資銀行や不動産開発企業に勤務した。1976年にマリア・ブラジーミロブナ大公女と結婚した。式は9月4日にマドリードで宗教婚が9月22日にディナールで民事婚が行われた。結婚にあたってフランツ・ビルヘルムは政教に改修し、マリアの父でロマノフ家の課長であったブラジーミル・キリロビチ大公によってロシア大公に助され、 ミハイル・パブロビチの名を与えられた。二人の間には和子が生まれたが、1986年に離婚した。2002年にフランツ・ヴィルヘルムは、テオドール・タンテンと共に、ドイツの古い邸宅を修復する企業、プリンツフォン・プロイセンを設立した。2004年には、債務超過に陥る瀬戸際にあった、ベルリン王立時期生当初に出資を行った。 妻のマリア・ブラジー・ミロブナとの間には、以下の一難を設けた。トゾアトシス、アンドレアス、ホームズ・フィット・フォー、エープリンス。 インターナショナルヘラルドトリビューン、http コロンスラッシュスラッシュ www.iht.com スラッシュアーティクルズスラッシュ2006スラッシュ01スラッシュ12スラッシュニューススラッシュ repruss.php2008 年10月18日閲覧プリンスセーブズトラディショナルポーセリンメーカー。 dwworld.http コロンスラッシュスラッシュ w w w d w w r l d d e スラッシュ dw スラッシュアーティクルスラッシュ 01564142693200HTML2008 年10月18日閲覧ありがとうございます